はい、今回はですね、有名人の、影武者説、あるいはですね、まあ、ゴム人間の、まあ、疑いがある、まあ、そういう人について、まあ、ちょっとそういった内容について、まあ、調べてお話していきたいと思います。気になる方は最後まで、聞いていただければと思います。あとですね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ちょっと前にね、リスナー様から、ご意見いただきまして、まあ、僕もこれ気になってたんですけど、ちょっと調べてみたんですけど、ちょっとやっぱ難しいですね。まあまあ、僕なりにちょっと思うところを、まあ、お話しさせていただきたいと思うんで、まあ、今回も、まあ、よろしくお願いいたします。最初にね、お伝えしますが、まあ、信じるか信じないかは、まあ、あなた次第ということで、もちろんね、ご判断お任せします。はっきりとしたことっていうのがわからないんで、わかる限りの情報を組み合わせて、まあ、こうなのかな、ああなのかな、っていうようなことをちょっとね、まあ、僕なりに考えていきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いいたします。まずね、まあ、一応ちょっと今回いろいろ調べてみたんですけれども、ゴム人間とか、あるいはね、まあ、有名人の影武者、なのかどうかっていうのを一つの、まあ、基準と なるものが、あると。まあ、それが、まあ、ツイッター、で一つわかるんじゃないかっていう、まあ、そういった、まあ、疑惑が出てるんで、まあ、そのことを、まあ、考えながら、まあ、検証っていうかしていただ、していきたいと思うんですよね。日本とか、まあ、世界の中の、まあ、有名人、あるいは、まあ、芸能人、あるいは政治家、それにですね、まあ、偽物の疑いがあると、あるいは、まあ、その、本物ではない影武者がいると、まあ、ゴム人間がいるといった、そういったような話がね、言われているんですが、一体まずなんでこういうような話が出るのかっていう、いくつかまあ理由があるみたいなんで、その、理由についてね、ちょっと探ってみました。まあ、その、いわゆる有名人が、まあ、まあ、ペドフェリアとか、まあ、アドレナクロームをやったっていうことで、まあ、そういったことが、まあ、バレてしまって、まあ、まあ、表に出てこれなくなってしまった。まあ、有名人だから、そういうことが、アドレナクロムとかっていうのが、まあ、バレるとね、まあ、良くないということで、まあ、表舞台に出れなくなってしまったっていうことから、まあ、こういう、まあ、別人ですよね。影武者とかゴム人間を、まあ、使ったんじゃないかっていう、まあ、そういった、まあ、疑惑が出るのが一つということですね。あとは、アドレナクロムを、一度摂取してですね、その後、まあ、期間を置くと、まあ、目の周りにあざみたいな感じにが出るんですよ。で、そういったことから、まあ、目の周りにあざができたので、まあ、それから、まあ、人前に、まあ、出ることができなくなったっていうようなことから、まあ、まあ、出てこれないんじゃないかっていうことですね。アドレナクロムって、まあ、僕も画像を見たことありますけど、定期的に摂取しないと、目の周りにね、あざみたいな、まあ、黒いものが出るんで、まあ、とてもじゃないけどその顔の状態では、まあ、人前に出れないと、まあ、有名人なんで人前に出るのが仕事ですからね、まあ、政治家とか話すんですけどそういうことがまあできないから、まあ、影武者とか、まあ、ゴム人間が出てきたんじゃないかとかっていうことね、うん、であとはまあその、まあ、ペドフェリアとかアドレナクロムをしたことがまあバレて、まあ、何らかの人でバレたことによって、まあ、そのディープステートって言ってねアメリカのまあ闇組織に消されたんじゃないかってそういった噂があるんですがもちろん本当のことってのは分からないんですが、まあこのような可能性を含んで、まあいろんなまあ諸事情からまあ本人がまあ出てこれなくなったと、まあその有名人あるいはまあ芸能人政治家が、表に出てこれなくなったと、そういったことから影武者とかまあゴム人間を使って、まあ全く別の人間をまあ出してるんじゃないか、立ててるんじゃないか、そういったまあ可能性がまあ出てくるっていうことですよね。うん。で、まあ、この、わからないんですが、いろいろ調べてみたら、どうやってこのゴム人間とか影武者を、判断するのかっていうので、一つのなんか目安があるみたいなんですが、ツイッターのヘッダーの画像がですね、無色とか、例えば単色の人は、ゴム人間の、可能性があるんじゃないかっていう情報が、ありました。そう言ってもね、たくさん人がいるんで、まあ、ちょっと今回はね、気になる、まあ、政治家を数人、そしてですね、その中からちょっと絞り込んでいこうかなとかって思うんですけれども、僕の中でちょっと気になったのはね、まあ政治家で、まあ竹中平蔵、あとはですね、まあ菅義偉、安倍晋三、まあここら辺にね、まあその、まあゴム人間、あるいは影武者のまあ疑惑が出ていると、まあヘッダーの色がね、まあ単色であるっていうことと、まあちょっと様子がおかしいんじゃないのかなっていう、まあこの3人が疑惑ですね。竹中平蔵、菅義偉、安倍晋三。で、竹中平蔵と菅義偉に関しては、こうというまあ情報がほとんどないので、まあデタラメとか間違ってると、まあリスナー様に失礼に当たるんで、安倍晋三にね、ちょっと集中していきます。もちろんわからないんですが、こうなのかなとかって、あとこういう可能性考えられないかなっていうことをね、ちょっとお伝えしていきますね。安倍晋三が、
まあ、ゴム人間あるいは影武者、なんじゃないかってそういった噂についてね、まあ、ちょっと、まあ、お話していきますけど、これはあのリスナー様もまあご存知っていうか思ってらっしゃるのかもわからないんですけど、もしかしたらもうあの、まあ、他界してるんじゃないかっていう噂が出るんですよね。でこれなんでこういう噂が出るのかっていう話なんですが、安倍晋三のことに関して、まあ、桜田議員が生放送であのもう亡くなってるっていうことを言ったから、まあそれが理由で、まあそういうのが本音であって本当はもう生きてないんじゃないかっていうことがまあ出るってこと。ただね、これっていうのはもちろん本当かどうかわからないし、まあまあ難しいところですよね。まあリスナー様ちょっとどう思われるかわからないんですけど、まあ別にその桜田議員をあの擁護する気はないですけど、まあ本当は生放送で言い間違えたと。ただその言い間違えた時のなんかね、顔がなんかだいぶやべえなっていうような感じになったんで、これ言ってはいけないことを言ってしまったみたいな、まあそういうようなことから、もしかしたら、もうすでに、まあ他界してるんじゃないかっていうようなこと。そこから浮上するんですが、まあ全くもっての別人が、まあ安倍晋三に、まあ、なりすましてるんじゃないかって、いわゆるなりすましの疑惑ですね。まあ、だからゴム人間、影武者のなりすまし、っていうことが、まあ、考えられます。あとは一つちょっと引っかかる情報があったんですが、安倍晋三がですね、記者会見の時にあの原稿をひっくり返してあの記者の方に見えるように、出していたっていう、そういった画像、そういった情報があるんで、これっていうのはまあ普通に考えて、まあ、ありえないミスだろうなっていう、まあまあ、ボンミスなのかもしれないですが、まあね、ありえないボンミスですね。記者会見の際にあの、まあ、そのなんでしょう、マイクを向ける人に対して原稿を見せるっていうのはありえないミスをしたんで、そういったところからこれは本当は本人ではないんじゃないかって、だから別人なんじゃないか、影武者が何かやったんじゃないかっていう、ような、疑惑が出るということです。ただしですね、このあの有名人の影武者とか、まあ、有名人のゴム人間でですね、最も難しいと、されている問題があるんですよ。これっていうのは安倍晋三に限らないんですが、まあ、この、難しい問題っていうか、まあ疑惑なんですが、声ですね、だからリスナー様にお話ししたように、まあ、有名人とかで、影武者とかゴム人間って言って顔外見を変えることはできるんですが、声は変えられないわけですよ。つまりもし影武者あるいはゴム人間だったら声でバレる、声から嘘であることがバレる、可能性が出てきますよね。だそこら辺から、まあ、いろんなことを考えるわけですよね。だ例えばアドレナクロムで、まあまあ、もしくはね、なんか別人がやってるとかだったら、まあ、いけるんじゃないかと思うんですが、全くの別人であった場合はね、あの声でバレる可能性がありますね。で僕は、ちょっと正直こうかなとかって思うあのことをリスナー様にお伝えさせていただきたいと思うんですが、安倍晋三にはあの昔からっていうかちょっと前からアドレナクロムの疑惑が出ていましたね、うん、でもしかしたらあのアドレナクロムを摂取していて目の周りにあざが出るとそのままの顔の状態で表に出れないから、実はですねこうは考えられないかっていう、僕の、まあ、一つ仮説なんですが、安倍晋三本人がですねゴムマスクをしていて顔を隠していると、でそこで表に出てきている、そういう可能性っていうのはどうかなとかって思うんですよね、うん。で、あの、もちろん本人は生きてるっていう前提なんですが、例えばその、目の周りが、まあ、クマがあるとか、そういった状態で、まあ、出るに出れないと。だから、あの、ゴムマスクをかぶってる、まあ、うん、なんていう、ぬいぐるみみたいな感じだと思うんですけど、精巧なぬいぐるみ。そのゴムマスクを本人がかぶっていると。そうになってくれば、あの、声でバレるっていう可能性がなくなりますよね。あの、中の人って言っていいか分かんないですけど、中の人は本人なわけなんで、うん、でそう考えると、ゴムマスクの外側はそのゴムマスクをしていて、中に本人がいるっていうのはどうかなとかって思うんですよ。まあ、アドレナクロムの件がバレて、まあ、ディープステートに丸されたっていうことは、まあ、考えられなくもないんですけど、まあ、別人なのかなっていうのも、ちょっとどうかなとかっていうのも思いますよね。これ、結構僕調べたんですけど、まあ、リスナー様も関心を持ってらっしゃる内容だと思うんですけど、だいぶこれ、難しいですよね。でなんか多くの有名人がもうあのゴムマスクなんじゃないかっていう、そういうなんか情報もあるみたいなんですけど、まあ、それはなんか どうなのかなとかっていうのを思いますよね。だまあもちろん一般化して言うっていうのはあの難しい話なんですが、まあ、あの有名人で、まあ、アドレナクロムを摂取していて、まあ、そこから今問題に なりました、なかなか摂取ができないようになりました、つまりそういうものを摂取しないことで副作用で、目の周りが腫れました、そこから表に出てこれないっていうことで、まあ、ゴム人間でゴムをつけて出てる、あるいはですね影武者っていうことで出てる、まあ、そういうようなことなんじゃないかなとかっていうのを僕は思うんですよ。う
まあね、リスナー様も思ってらっしゃるかもしれないですけど、一体、どれだけの、有名人が本物、あるいは、本人で活動してるのかっていうのが、全くなんかわからないですよね。まあ、確かにこの、まあ僕はね、ちょっと調べてるんで、このアドレナクロムっていうのはしてる人は多いとは思うんですよ。まあでも、みんながみんな本当してんのかなっていうのも思うし、例えばその、なんていうんですかね、もうみんなそういうのしてて、全員有名人はこうなんだ、みたいな ご意見もあるみたいなんですけど、ちょっとそれはなんか僕はわからないなとかっていうのを思ったんですよね。うん。で、リスナー様が、もしっていうか、まあ、テレビとかを見られるとき、この人はその、例えば、影武者の疑惑、ゴム人間の疑惑が出るなっていうお話でしたら、まあ、僕の、まあ、まあ、案っていうか考えなんですが、声に注目してみるといいと思いますね。変えられるのはあくまで外側の側の問題なんで、外見を変えるとか、例えば外側をね、ぽく見せるってことはできますけど、中を変えることは多分できないんですよ。当たり前ですよ。声とかね。そうなってくると、声がおかしかったら、まあ、それは別人なんじゃないかっていうのも思いますし、ね、声が、例えばそのまんま変わらなかったら、まあ本人で、例えばゴム人間、ゴムをつけた、あるいはですね、影武者っていうような、まあ、本人がそういう風にしてるっていうような感じなのかなとかって思うんですよね。うん。ちょっとね、すいません、だいぶ難しい内容だったんで、ちょっと僕なりにいろいろ調べて考えてみたんですけど、ちょっとあんまうまく話せなかったなとかって思うんで、またね、これ需要がありましたら、ちょっとまあ形を変えて、まあ他の方でもまあちょっとお伝えさせていただこうかと思うんで、まあ今回はここで終わらせていただきたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。